こんにちは。長野インターネット放送局と申します。今上田市の稲倉の里農村交流館に来ておりますけども、そこにいつも、来ております村長さん、はい、自己紹介お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。あの棚田ビレッジ村長の、彩子です。あの稲倉の棚田で、保全活動をしています。で保全活動をしながら、稲作を中心とした 農業体験の場としての棚田ビレッジの活動を、この春からしております。よろしくお願いします。これ今演奏したのは、これは口琴という楽器です。はい、で世界中にあるんですけども、バネを弾くことで口の中で音を共鳴させて響かせる倍音豊かな楽器です。で、あの自然界のいろいろな目に見えない精霊やエネルギー、自然の美しいあのものたちと響き合いながら、調和しないし合いながら奏でるのが私は好きです。で、私は棚田ビレッジの村長も今こちらの稲倉の棚田でさせていただいてますが、もともとは自然の中で声を出す彩子村という、村の、彩子村長でありました。で彩子村というのはみんなの心の中にあるんですけども、自然の中にいて裸足でその大地に降り立って、そして、美しい木々や空や鳥や雲や風を感じながら、自分の感じるままに声を出し、体を動かし、たっぷりと呼吸をして自分を解放していく、癒していく、自然の持っている美しいその波動に調和していく、そういう時間を共に持ちましょうという、そういう集まりの、会というか、そういう村が彩子村です。でそういう活動をしてた私がたまたまあのご縁があってこの上田市に引っ越してきまして、そして田んぼをやりたいなと思ってこの棚田でご縁をいただいて、今は、稲作の活動もしながら自給自足の暮らしを、目指しながら、自分のそういった、音楽を通じた活動ですとか、それから、田んぼで出た藁を使った藁細工のクラフトアートの会とか、そういったものをいろいろ主催させていただいて、もともと美術講師だった自分のそういうスキルを生かしながら、みんなに楽しんでいただける、生きることを生活することが喜びに満ちていくような、そういった活動を一緒にしていきたいなと思って、いろんなことをさせていただいてます。よろしくお願いします。